はい、ではこちらの文献について次の課が紹介いたします。まあ、この論文の情報についてはこちらを参照ください。EMNLP の2018で発表された論文です。発表される論文です。で、まあ、この文献の紹介の前にまず最初にこうスプリット&リフレーズっていうタスクについて説明します。スプリット&リフレーズっていうのはその下にの例にあるような、例えば上の文はこう複雑な一文でこう文が書いてあるんですけども、そういう複雑な文章を複数の変異の文章に書き換えるような操作っていうのをこのスプリット&リフレーズっていうふうに呼びます。上の文のはこう一文でできてて、この上の文のこう黄色い部分っていうのを削除して、代わりにこうこの水色の部分を足すことによってこう一文が二文になっているっていうような操作のことを言います。で、まあ、このスピット&フレーズに関しては過去の研究がありまして、その、まあ、まずこうスピット&リフレーズっていうタスクを定義した、こちらの論文があったりして、この論文ではそのベンチマークとしてこうウェブスプリットっていう、そのウェブ NLG からデータを取ってきて、そういうデータセットを作って、そのタスクの定義と、それを実際に評価できる環境っていうのを作ったっていうようなものの論文になります。でその後にこの論文も出てきまして、こちらは先ほどの論文のデータに含まれていた重複っていうのを消した上 で、あとこの論文だとコピーメカニズムっていうのを導入して性能を確認するっていうようなことがここだと行われていました。で、この論文においで何を行ったかっていう、コントリビューションっていうのがこちらの3つを挙げられていて、まずそのデータを作るっていうところからこの論文もやっています。具体的にはそのウィキペディアの編集履歴、ウィキペディア、エディツってここで読むんですけども、そのウィキペディアの編集履歴からあのスプリット&リフレーズの、先ほど説明したような書き換えっていうのを抽出するような手法っていうのをここで提案していて、またその手法で実際にこう抽出された、英語におけるその書き換えのデータセットウィキスプリットっていうものを公開しています。またその学習のデータセットにおいてそのウェブスプリットを使う場合と比較すると、ブルーが倍増して結構効果のあるものっていうふうに述べています。で、その次に、過去の研究で使ったウェブスプリットについて説明します。で、ウェブスプリットっていうのはそのスプリット&リフレーズのタスクにおいて、その評価に使うようなその、評価というかそのウェブスプリットのはその、スプリット&リフレーズで、その、ベンチマークのためにこう用意されたデータセットなんですけれども、そのサイズが結構小さくて、でこう反復性があるっていうのはこうちょっとあれですね、例えばあのデータは多いんですけど、そこに含まれる例えばその、語彙数が小さいとかユニークな分数が小さいみたいな、そういうなんか反復性があって、こうちょっとこうちょっと使えるところが限られてくるっていうようなものになっています。で、それはつまり何を言いたいかっていうと、その評価するときのベンチマークには使えるかもしれないんですけど、その何かのモデルを学習させる訓練にはちょっと使えないんじゃないかっていうふうにこう著者らは言っていて、そういうような問題がることから、そういうあの先ほどのウィキペディアの編集履歴っていうものを使って、ここだとウィキスプリットっていう文ですけども、ウィキスプリットっていうコーパスを作成したっていう経緯になります。で、実際にウィキペディアの記事からどうやってそういうデータセットを作るかっていう、大まかな流れがこれになっていて、まずウィキペディアの記事からマークアップですね、HTML タグとか、ウィキペディア特有のこうタグみたいなものをこう消していって、で その消した記事から記事をまず文を分割して、
で、あとそうですね、あのウィキペディアの編集利益、そのこうウィキペディアはまあ編集されることによってこう時間的にこう時間が変わるとまあ記事も変わるみたいな、あ、まあ、編集によって記事が変わっていくんですけども、まあ、その時間的に隣接するまあ2つの記事、まあ、2つスナップショットっていうのを比較して、その編集が行われた箇所のうち、そのまあ文の分割を含むようなところっていうのを特定します。で、そしてまあその文の分割を含む編集全てをまあ採用するわけじゃなくて、その分割されたものから、まあ、より高品質な分割っていうものをまあ抽出してきて、まあ、それをデータセットに使うっていうようなことを行っています。で、まあここにこう具体的にじゃあどうやってまあ高品質なものを持ってくるかっていうものがまあこの説明になっていて、まあ、まず、まあ、分割前というか、まあ要するにまあ先ほど説明した複雑な一文って言われるものがここでまあシートを置いて、でまあそれを例えば、S1、S2 っていうまあ2文に分割するまあ分割候補 S があった時に、まずこの上2つはまあルールで、この C と S1 の接頭辞と、まあ、C と S2 の接尾辞がこう同じトライグラム、要するに何て言うんですかね、こう S1 と S2 をまあこうつなげた時に、その先頭3単語と、まあ、後ろ3単語が同じみたいなことを言っています。でまたそのそれだけじゃなくて S1 と S2 の接尾辞もこう異なるトライグラムを持つっていうような条件で、かつその C と S1 の間のブリューと C と S2 の間のブリューを計算して、まあ、それがこう定めた式位置よりも小さい場合は弾くっていうことを行って、まあ、より高品質なものだけを残そうっていうことを行っています。まあ、これは論文にない文なんで自分が考えたやつなんですけど、まあ、具体的な例を示すと、こう C にある文っていうのがこう、まあ、分割前というか、まあ、編集前じゃなくて要するに分割前の一文があって、でこう例えばもしこうウィキペディアの編集とかで、まあ、こう S1、S2 みたいな、まあ、こういう編集が行われた時にこうまあ、先頭 3単語を見て、あ、一致してて、こう S1 と C のまあ先頭3単語一致してて、まあ、後ろ、C と S2 の後ろ3単語一致してて、で、まあ、かつこの、まあ、S1 と S2 の、まあ、後ろ3単語はこう違うものになっているっていう中で、その C と S1 のブリュー計算し、して、C と S2 の間のブリュー計算して、それがある一定の式位置よりも大きいっていうことを行うっていうのが、まあ、先ほど言ったその高品質な分割のみを取り出す手法の、まあ、これが具体的な説明になります。で、まあ、実際にそれをやっていく上では、まあ、当然、まあ、式位置、デルタをまあこう決めないといけないんですけども、こうまあ、式位置を上げれば上げるほどやっぱり高品質なものになっていく一方で、まあ、取れるデータも少なくなっていくっていうようなトレードオフっていうのがこの表になっ なっていて、まあ、こうスレッシュードデータを上げていくと、まあ、コーバスサイズがこう小さくなっていく。で、まあ、もちろんこうそれによって、あ、これですね、コレクトっていうのはまあ正しくて、こうアンサポートっていうのがその元の文にないけどこう分割後にこう現れる、そのなんか見る、元の文にないのになんかこう現れなんか、分割後の方でなんか情報がこう出てくるみたいな現象が起きている文の数で、ミスっていうのがこう入力の文にはあるのに分割後にそれがなくなっているっていうようなものを、まあ、それぞれカウントしているんですけども、こうステッシュードを開けていくと、まあ、コレクト、まあ、正しいやつが増えていって、ただコーパスサイズが下がっていくっていうような、まあ、トレードオフの関係になって、まあ、著者らはまあこれだとまあ 0.2 がいいんじゃないかっていうような感じでこう選定をしています。なんで、そうですね、
実際に、使えるデータはその高品質な分割だけを持ってくるとこうデータの数はまあ100万ぐらいになるっていうような感じになっています。で、まあ先ほどの表のそのまあシグマ 0.2 の時だけをまあここに書いてあるんですけども、まあ、これを見るとこう、まあ、68% はまあ問題ないくて、まあ、残り 32% はノイズを含むっていうことが分かっています。で、まあ、ノイズを含むことはもうこの時点でも分かっているんですけども、まあ、それを分かった上でこのデータをまあ訓練データとして使用します。この 32% ノイズがあるのは分かっているんですけど、まあ、こうそれを分かった上でまあ使っています。で、例えばでかつその評価でこういうデータをもし使うのであればその当然こういうノイズっていうのがノイズとかまあバイアスっていうのがこう影響を与えるということもまあこう受け入れた上でまあこういうデータっていうのを作っています。で、まあここからは、まあこれまでの研究で作られてきたまあ Web スプリットっていうのとあの先ほど説明した Wiki スプリットの比較っていうのを行っています。数値的な比較を行っています。で、まあ、1番目の C っていうのが、まあ、その分割前の、まあ、分で S っていうのがまあ分割後になっています。で、まあ、T っていうのがまあトークンなんですけど、例えばその Web スイフトの方を見るとその C と S のまあ分数っていうのがあまあ、カウント見るとこう、まあ、5倍ちょっとになっていて、一方でユキスピットの方は2倍きれいに2倍になっているっていうのが分かります。これはその先ほどの分割の方法、先ほどのこう分割を収集する方法だと、まあ、1分を2分に分割するデータだけがこう集まってくるっていうので、まあ、こういうことになっています。であとそのウィキスピットの方はユニークを取ると結構ガッているんですけど、ウィキスピットの方はもうウィキペディアからまあ直接集めてきているので、まあ、こうユニークを取ってもまあほとんど減らない風になっています。あとまあトークンを見てもこうウィキスピットの方は結構ボキャブラリが小さい、ユニークトークンのユニーク取った時のこうは7000しかなくてこう結構少ないのに対して、まあ、ウィキスピットはこうユニーク取ってもまあ結構大きい大規模な単語をまあ網羅できているっていうような結果になって、結果というかまあこう違いが生まれています。でまたそのウィキスピットの方がまあ先ほどまああったと思うんですけど、そのまあデータが大きくなっているっていうのもあるんですけど、かつユニークもこう結構大きくて、こうより多様なデータが含まれていて、まあ結構スパースというまあ表現がされていたんですけども、まあそれはつまりこうタスクとしてはこうより難しくなるそのタスクにまなっている、あのウィキスピットの方でこう問題を定義した方がこうより難しいタスクになっています。でただそのウィキスピットの方は、まあ、1分を2分に分割するってい こう固定というかそういう固定がされているので、まあ、その分割数例えば 2個に分割されたり3個に分割されたりっていうのがないので、まあ、そういう面を見ると、まあ、簡単タスクになっているというふうにも見えるというふうになっています。で、またウィキスプリットはその先ほどこのですか、ね、先頭のなんかトライグラムを取るとかなんかこうとかなんかこうこことここのブルーの間の値がこの式位置みたいな結構ヒューリスティックな手法を用いて抽出して構築されているっていうのと、あとそのウィキスプリットの方は複数のリファレンスを提供できるっていう特徴があることから、その実際に評価のデータセットとして使うんだったらそのウィキスピットよりもウェブスピットの方がこうより適しているというふうに述べています。で、ここからは、実際にこのデータを使った、実験という結果になるんですけども、こうデータ使うのはそのウェブスピットのみを使った場合とウィキスピットだけ使った場合と、まあ、両方をこう使った場合の 3つを試していて、であとこのタスクを、まあ、テキストかテキストへの変換というふうに見なしてこう最後のテキストの方をこうブリューと S ブリューで評価するっていうのを行っています。あのこう2号やっているのは従来の研究が S ブリューを使って評価しているので、まあ、こう過去の研究との比較のためにこう S ブリューを評価しているっていう感じになります。であと、まあ、モデル自体はこうすでにもう過去の
2個目に挙げたあのビエティットワークスの論文である、で最高の結果を出していた、まあ、コピー512っていう、まあ、コピーメカニズムを使った、まあ、エンコーダーデコーダーモデルを、まあ、ここでは使用しています。でも実際に結果がこちらで、ここの実験だとその学習にどのデータを使って、で、まあ、実際の評価にどのデータを使うっていうのをこう両方試しています。で、あの一番上にあるソースっていうの、ソースっていうのがその入力をまあそのままこう出力する、もう、まあまあ、いわゆるベースラインになるような手法で、まあ、その下にあるのはその入力を、まあ、こう均等に2等分して、でその1個目の方の分最後にまあピリオドをつけるっていう、まあ、要するに、まあ、半分、まあ、そうですね、単純に半分に切るだけの手法ですね、っていうのをまあベースラインにして、この各訓練データをと、まあ、評価データにおいてまあどれぐらいのスコアになるかっていうのを計算しています。で、ウェブスプリットで学習させた場合においては、その学習時にウェブスプリットを使って評価の続きにウェブスプリットを使った場合 4.2 っていう、まあ、かなり低い値になって、こう結構、まあ、一般化できてないというか、その、まあ、要するにドメイン外だと低い値になってしまうっていう特徴があって、一方でウェブスプリットの方はこうドメイン外、まあ、要するにウェブスプリットじゃない評価をウェブスプリットした場合でも、まあまあ、そこあの少なくともベースラインより高いこう性能が出ているっていう風な結果になっていて、でさらにこうボスが両方っていうことなんですけど、両方のデータセットを使うと、まあ、さらに性能が向上するっていうことが、まあ、結果から示されています。で、これが実際の出力の例なんですけども、こうインプットっていうのがこう長い一文で、まあ、ウェブスプリットで学習した場合とエキスプリットで学習した場合と、まあ、両方っていうのがあります。でウェブスプリットの方を見るとこう、入力にあるマウスっていうのがこう抜け落ちてしまっていたりとか、あと入力に関係のないなんかフードとか、イングリディエントとかこう入力に関係ないのがこう出てくるっていうようなものがあるんですけども、こうエキスピットを使うと、まあそういうのはなんかこうないみたいなのがこのデータの例になっています。で、この例はそうですね、あのまあ、ウェブスイートだけ使った場合とエキスピリットだけ使った場合と、まあ、両方使った場合ってあるんですけども、そのエキスピリットだけ使った場合っていうのはそもそも学習にその1文を2文にする変換しか含まれなくなってしまうっていうのは、まあ、データセットがそもそも1文を2文にする分しかないものしかないんで、エキスピリットだけ使った場合っていうのはそのこう、まあ、絶対2文しか分割されないんですけど、ただウェブスイートと組み合わせて学習した場合っていうのはそのこういい変換を しつつもこう3分に分かれるっていったような、まあ、そういう特徴が出てくるっていうのが結果をこう見て分かります。まあそれなのでその、まあ、ウィキスプリットはその分割が2個にしかならないっていうまあ欠点ではあったんですけど、まあ、両方使えばそういう問題を克服できるのではないかっていうことがまあ示されています。で、次がその実際に結果を見てその分割っていうのがどれほど合っているのかっていう、まあ、ブルーじゃなくて本当に一個一個一度で評価したような結果がこれで、その、まあ、AG18 っていうのが、まあ、その従来の手法でやった方法で、そのでまあ他は学習時にどのデータを使ったらどうなるかっていうようなことがこう書いてあるんですけども、ウェブスプリットの場合はその結構その線と2つですね、あのアンサポーテッドっていうのはその入力にないのに分割後にこうなんか情報と入力にないような情報がこう出力の方に現れたりするのが、まあアンサポーテッドで、ミッシングっていうのはこう入力にあったのに分割後ではなくなっているようなデータがあるみたいなものがミッシング、まあ、リピテッドは、まあまあ、リピートそのままですね。でそのそういうような3つの尺度で比較したときに、そのウェブスプリットの場合、まあ、大体100個中32個はこういいっていうふうになっているのに対して、こうウィキスプリットやまあ両方使った場合っていうのはもう 90% を超える性能になっているっていうことがこう人で評価で確認できています。で最後にコンクルージョンです。とここではこの論文ではそのノイズを
含むけど、まあ、大規模で、まあ、多様なデータっていうのがそのスピットアンドリフレーズのタスクにおいて、まあ、いい影響を与えているっていうことを示しています。で、今回は、ウィキペディアの編集履歴を使っているんですけども、まあ、こうデータ源を他のデータ、データ源の発見によってこうこのタスクっていうのはこう改善ができ できる今後もできるんじゃないかっていうことをまあ示唆していて、であと、まあ、理想的にはまあこのタスクにおいてはその、まあそのより自然な文っていうかその評価データにどういうデータの文を使うかっていうのもこう考え直したりとか、あと、まあ、ブルーじゃない他のこう評価指標っていうのが、まあ、このタスクにはこう必要なんじゃないかっていうのを最後に述べていました。と、以上で発表を終わります。